低気圧や前線による活発な雨雲がかかり、県内では断続的に雨足が強まっています。線状降水帯が発生する恐れもあり、気象台が警戒を呼びかけています。 JR 静岡駅前から中継です。 JR 静岡駅前から中継でお伝えします。この時間雨足は再び弱まってきました。2時間ほど前からでしょうか、時折横殴りの雨が降り、風が明らかに強くなってきています。中には差していた傘がひっくり返されてしまう人の姿も見受けられました。また今日は湿気が非常に多く、服が張り付くような不快感もあります。断続的に降り続いた予想のつかない雨に、各地で対応に追われました。気象台によりますと、県内では大気の状態が不安定になっていて、明日未明にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降るところがある見込みです。1時間の予想雨量は、多いところで西部、中部、東部で80ミリ、伊豆で60ミリ。明日午後6時までの24時間の雨量は、多いところで西部、中部、東部で180ミリ、伊豆で150ミリの予想です。今夜は線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が高まる恐れがあり、気象台が警戒を呼びかけています。大雨の予想を受け、静岡市内では一部の小学校が下校時間を早めました。デパートやショッピングセンターも閉店時間を早めるなどの対応を取っています。おととし去年の2度にわたり堤防が決壊した敷地川です。応急工事は終えていますが、今も爪痕が残ります。2回もやるとですね、皆さんだいぶ意識は高いですけれども、やっぱり精神的に不安定な方結構多くなりましたね。住民は今夜の雨でまた同じことが起きたらと不安を口にしていました。先ほど静岡駅構内で取材をしたところ、仕事を早く切り上げ、足早に帰路に着いたという方もいらっしゃいました。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は現在通常通り運転をしていますが、天候の状況により遅れや運転見合わせ、運休が発生する場合があるということです。また静岡地区を走る東海道線、身延線、御殿場線は現在通常より本数を減らして運行しています。この後も最新情報に十分注意が必要です。以上、静岡駅から中継でお伝えしました。